こんにちはフフィーフィーです韓国に旅行に行かれる方は注意してください。インターネット上には通り魔の予告が相次いでいるということで、韓国社会では不安が広がっています。先月末から今月6日までに46人が通り魔予告で検挙されているそうです。 一日二十八人を新たに検挙した日もありました。こうした状況を受けて、韓国の警察庁は、予告のあった八十九の地域に、機動隊、特攻隊、地域警察、刑事などを緊急で配置したそうです。もうこれ、異常事態ですよね。これなぜ、若者による無差別犯罪が増えているのかというと、貧しさや 格差などによって、韓国の若者の中に、絶望感や不満が高まっているからなんです。韓国は今、経済が悪くなっているので、こうした犯罪が増えていますし、治安が急激に悪化しています。これ、つい最近起きた事件なんですが、ソウル近郊のデパートに黒い服の男が入ってきて、エスカレーターで2階に上がって、通りかかった人を次々と襲ったという事件がありました。 犯人は若い男性でした。犯行直前、車で歩道に突っ込んで、5人に怪我をさせていました。で、その後デパートに行って、人々に襲いかかったんです。ただ、この事件があってから韓国では、ネット上に犯罪予告が次々と出されているんです。不安で外に出られないなんて人も多いそうです。韓国の治安が本当に急激に悪くなっています。 というのも犯行予告だけではなくて実際にその後も事件が起きているんです。え今月6日には地下鉄で変な匂いがする凶器を持った人が暴れているという通報が相次いで寄せられて混乱が起きました。 この件では乗客7人が負傷しています。あと、高校に刃物を持った20代後半の男が侵入して、職員室で40代の教師に襲いかかったりとか、あと、首都ソウルの高速バスターミナルで刃物2本を持って歩いていた20代の男が逮捕されたとか、まあ、これらはデパートの事件の後に起きています。 ちなみに先月末にもソウルのとある駅で30代の男が刃物で通行人を無差別に襲って逮捕されています、まあ、こうした事件が続いているんです一連の事件を受けて韓国国内では社会の不平等化が進む中で精神が病んでしまう人が増えているんだという声が大きくなっています韓国で有名なある政治学者もこのように言っています 多くの庶民がギリギリの中で生活している社会をどう変えるか、韓国の政治が今その課題を突きつけられていると、こう言っています。つまり、事件が起きないように、警察が取締りを強化するだけではなくて、政府が韓国国民の間に蔓延する社会への不満を解消していかない限り、こうした事件が今後も続くかもしれないということなんです。 韓国は極端なくらいの格差社会です。経済が悪くなっている今は貧富の差はどんどん広がっています。え前にパラサイト半地下の家族という韓国映画が話題になりましたが、まあ、本当にアパートの半地下に住んでいる人たちが多くいます。半地下の部屋は下水が逆流しないようトイレは一番高いところにあるんですね。 また首都ソウルには大きなスラム街もあるんです。これすごいのはスラム街がカンナムなど高級住宅街のすぐ横に広がっていることなんです。貧富の差をまざまざと突きつけられます。韓国ではサムスン、LG といった主な財閥だけで韓国全体の富の4分の3を生み出しています。 所得上位10%の層が国民総所得の45%を占めているんです。韓国のドラマなんかにもよくこうした財閥の人たちが登場しますが、そこでも韓国社会に存在する格差が描かれています。わずか10%のお金持ちが国全体の半分近い富を作り出しているだけで、あとは少ない給料で働いている人たちばかりなんです。 韓国では非正規労働者が多いんですが正規社員と賃金格差があるのはもちろんですが大企業と中小企業の間にも待遇に大きな差があるんですただこうした財閥企業のような大企業にはコネがないと入るのが難しいんです努力をしても報われない不公平な社会に韓国の若者たちは絶望しています それにしても、なぜ韓国は格差社会になってしまったのか。それは財閥中心のいびつな経済発展の結果なんです。韓国は中間層が育ってはいません。日本は中間層が大きいんですね。ちなみにこの中間層が大きいと消費が支えられるんです。国の税収も大きくなります。 韓国は今税収も減っていて財政が苦しくなっていくと韓国メディアも報じていましたで。韓国の格差社会なんですが、その犠牲になっているのが若者とそして高齢者なんです。 韓国の若者の失業率ですが、政府は9%くらいと発表していますが、アメリカのニュースウィークは、韓国の若者の4人に1人が失業していると、以前記事の中で書いていました。おそらくそちらの方が正しいでしょう。韓国は潜在的な失業率が高いと言われています。 一般の人は努力をしても良い大学を出てもなかなか大企業に入れない。その一方で親や親戚に政治家や財閥の関係者がいれば、コネで簡単に一流大学にも入ることができれば、大企業にも入れたりもするんです。まあ、こうしたことに対する不満が社会全体に渦巻いています。 韓国では少し前に7つのことを手放す世代という言葉が流行りました。恋愛、結婚、出産、マイホーム、人間関係、夢、就職、この7つを放棄した諦めた世代という意味です。もうすべてを諦めてますよね。また韓国には金のスプーン、銀のスプーン、泥のスプーンという言葉もあります。 金のスプーンを加えて裕福な家に生まれてきた人はずっと豊かな暮らしができる。一方で貧しい家に生まれた人は努力をしても報われないという意味なんです。ちなみに韓国は腸がつくほどの少子高齢化です。2060年には高齢化率が40%を超えて世界で最も高齢化が進んだ国になると言われています。 経済がどんどん悪くなっていく中で、結婚もそして子供を持つことも諦める若者が増えているんです。今でも国の税収が減っているのに、高齢者が増えるばかりで、今後はますます韓国の財政が圧迫されていきます。ただ、韓国のお年寄りは年金をほとんどもらっていません。毎月受け取っている年金は3万円程度なんです。 韓国で国民年金の支給がスタートしたのは2008年なんですね。毎月3万円では生活できませんよね。韓国の高齢者の貧困は深刻な社会問題になっています。韓国の高齢者の貧困率ですが45%近くにもなります。これ、OECD 加盟国の中で一番貧しいお年寄りが多い国が韓国なんです。 では、韓国の高齢者がどうやって生活しているのか。40年前は子供たちが親の面倒を見ていました。でも、各家族が増えて若者の暮らしも厳しくなっていく中で、親は子供に頼れなくなってしまいました。お年寄りでもフルタイムで働かないと食べていけなくなってしまったんです。こうした今の現状を見ている若者たちは将来に夢も 希望もなくなくってしまいまいす韓国では自ら命を絶つ人の割合も世界的に見てとても高いんですそれこそ先進国の中で一番自ら命を絶つ人の割合が多いんですね中でも高齢者が多くて80歳以上ではその割合がさらに高くなっていきます苦しい生活と先行きへの不安が高齢者を絶望へと追いやっているんです まあ冒頭では、韓国で通り魔が増えているとお話ししましたが、韓国はそのほかにも窃盗や詐欺も増加しています。そして薬に関する摘発も過去最多なんです。しかも昨年摘発された人のうち、30代以下が全体の約6割を占めているんです。まあ、精神が追い込まれて、薬に逃げてしまうんでしょう。 日本のマスコミは韓国の若者文化や k p o p などキラキラしたところばかりを紹介するのでこうした韓国社会の抱える闇はなかなか見えてきませんしかし韓国の人々はこうしてお話ししてきたように常に格差社会の中でもがき苦しみながら生きていますさてここまでお話ししてきましたが皆さんはどう感じになりましたか コメント欄にどんどんご意見をお寄せください。そして、フィーフィーチャンネルの登録もお願いします。